はい、皆さんおはようございます。ここは牧草畑です。ディーン。昨日は網走に行ってスノーモービル、地元でスノーモービルが、スノーモービル売ってる人がいたので、そこからまあスノーモービルを買い取り、まあ、安かったんですけど、でエンジンとかバッテリーとかプラグとか好調なんですけど、ちょっとショックが抜けてて、でショックをね、車外でショックをエア入れればいいのかなと思ったら、ショックを交換すればいい話なので、まあ、車外で、昨日息子が見てたから、車外のショックを買えばいいかなって感じです。で、それ付け替えたら、まあ、バンバン走っていけるかな。で、なんで買ったかというと、なんでそんな無駄なものと思うんですけど、ここら辺に木があるじゃないですか。ピーって。で、ここの木を、あぜに生えてるんで、ここら辺の木を切って、で、家まで運ぶ手段として、の購入です。まあ、とりあえず、まあ、新品で買ったら、まあ、20年ぐらい前のだから、まあ、安いんだけど。次男と三男が、ね、乗りたいと言ってたので乗らせてあげてます。次男と三男乗り中。ほんであれにソリを積んで、で薪を切って、薪を切り倒して、薪っていうか木を切り倒して運ぶ、まあ、そんな作業をね、2月中旬ぐらいから多分このモービルさんがあればできるんじゃないかな。今まで旦那が、去年ね、入ったばかりの旦那が、怖い、入ったばかりの旦那が手で巻き切ったやつを運んでたんで、辛いという次の日仕事にならないという話で、モービルがあったらバンバン運べるのになって言ったんで、じゃあ買ったから、じゃあ運んでくださいという。いや、子供たちでも運べそうだね、これだったら。さすがにこの距離をね、ソリで引っ張ってはいけないでしょう。ねえ。あれ、乗せてくれるのかな、帰りに私のことを。ひたすら走ってんな。このコロナ禍というか、コロナ、だけどマスクしてますね。さすがにこの中はここはマスクしないと無理、乗れない。雪降ってるし、顔にバンバン雪が当たってくるんですさっき乗ったけどね。まあそんなんで、今日生まれた赤ちゃんがいるみたいなんで、その赤ちゃんにこう、この世界に生まれてきてくれてありがとうっていう感じで、気持ちで、とりあえずおめでとう赤ちゃんって感じのメッセージもちょいと込めておきます。おー、乗るね、すごいね。ショックさえね、リアのショックさえね、変えちゃえばね、けどまあバッテリーとかも、まあそのままエンジンかかるのでね、私のことは置いていくんだ。いや、私のこと置いていくの、待って、まあいいか、うちこれ歩いては帰りたくないな、この距離埋まるしね。また来てくれるでしょう。
いやー冬ですよ。冬はこんな景色なんです。寒っ。モービルも楽しいですね。今安く出てるからね。安く出ているので、いいっすね。遊べる、いろいろと。おお。すごいすごい。おお、いいね。上も行けると思うんだけどな、そっちの上も。まあそろそろ乗せてもらおうか。